モンポス、正式名サンタクルス・デ・モンポスは、コロンビア北部、ボリーバル県にある都市である。コロニアル様式の街並みが残る都市で、マグダレナ川とカウカ川が合流する場所近くの洪水除けのために盛り土をした場所の上に築かれており、カルタフェナからは2 4 9キロメートル離れている。人口は約3万人で、ピニジョスやサンフェルナンドに隣接している。 南アメリカ大陸のスペイン植民地の多くを解放したシモン・ボリバルは、もし私の人生がカラカスのおかげならば、私の栄光はモンポスのおかげであると語った。ボリバルは1812年にモンポスに到着し、屈強な男たちのほとんど全員にあたる400人、ほどを雇った。その男たちがカラカスで、ボリバルを勝利に導いた軍勢の基盤になったのである。 モンポあるいは、モンポジは、スペイン人がこの地に到着した時の、先住民金バヤ人の主張の名であった。モンポスは、支配者モンポの土地という意味である。都市は、マグダレナ川の安全な港として、1537年5月3日に、アロンソディエレディアによって建設された。サンタクルスデモンポスの名は、当時のカルタヘナ総督、フアンデサンタクルスにちなんでいる。 この町は川を遡って内陸に物資を運ぶ港として大いに栄えた。王立造幣所もこの町に建設され、その近郊たちで有名になった。この繁栄は19世紀になると衰退し始める。それでも20世紀初頭まではなおも港町として存続していたが、支流に堆積物が溜まり、川の流れが変わると、そこに建てられた町、マガングウェにとって変わられた。 サンアグスティン聖堂の内部無限在の親鳥聖堂と広場サンタクルスデモンポスはスペインの様式とアメリカ先住民の様式の混交したコロニアル様式の街並みが良好に保存されていることで知られている。1995年にユネスコの世界遺産委員会はモンポスの歴史地区を世界遺産リストに登録することを決議した。今日、コロニアル様式の建造物のほとんどは 本来の用途で使用され続けているが、同時にスペインコロニアル様式の結出した霊障ともなっているのである。特に注目すべきなのは、アルバラガ通り、レアルデルメディオ通り、アトラス通りなどの街路沿いに見られる扉、手すり、格子窓などを飾り立てている単鉄製の作品である。また、サンタバルバラ聖堂、アンアグスティン聖堂、サン、フアンデ,デデオス聖堂、 無限在の親鳥聖堂などの素晴らしい聖堂群も残っている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。